町内を通る国道156号と金華山疑南町は岐阜県羽島郡に属している町。県庁所在地の岐阜市に隣接している。国道21号、国道22号、国道156号が交差する疑南インターチェンジは県内最大の交通量があり、隣接する愛知県との重要な玄関口である。近年には国道沿いを中心に、 民間の経済活動が活発している。2006年度から2009年の間には、地方交付税不交付団体であった。農美平野の北部に位置し、町内に起伏は、ほとんどなく平坦である。県下の市町村では、北方町に次2番目に面積が小さい。県内でも南部に位置するため、冬の降雪量も少なく、温暖な気候である。 戦国時代末期まで、現在の境川が木曽川であり、当時の木曽川より南側であった。現在の儀南町域は、終わり国はぐり軍であった。しかし木曽川は大洪水を起こして、流れが変わり、現在の境川の場所を流れていた木曽川は南方へ移動した。豊臣秀吉は、新たな流れを、 美濃終わりの境都市、終わりの羽栗郡軍と中島軍の一部を美濃国に編入した。羽島郡軍は終わり国の羽栗郡軍と中島軍の一部が美濃国へ移った地域である。昭和の大合併の際には、笠松町、下羽栗村、上羽栗村、八つるギ村、柳津村との合併が考えられていたが、結局は頓挫した。岐阜市との合併も考えられていたが、 岐阜市の都合で白紙になっている。最終的には、下はぐり村、上はぐり村、八つる村の合併が考えられたが、下はぐり村は、笠松町との合併を選択したため、残りの2村での合併に決定した。岐阜市の南部に位置することから、岐南村という名称に決定する。岐阜県国寺第405号で、1956年9月26日に、 岐南村となることが告示された。岐阜県告示第405号が告示された後、町としての要件が揃ったため、急遽調整を施行さることになった。しかし、岐南村としての合併が告示されたこともあり、五岐阜県告示第468号で調整施行を追加。調整施行を同年10月1日とした。つまり、岐南村が存在したのは、 9月26日から9月30日のわずか5日間である。議南村成立時の特別な行事は行われず、同年11月3日に議南町の調整施行記念祝典が行われている。平成の大合併の際には、橋間郡4町での合併を目指していたが、柳津町の反対で頓挫。そのため、川島町と、 同様、各務原市との合併協議に参加したが、住民投票で、岐阜市との合併協議に変更。しかし、岐阜市椿道で発生した、参拝不法投棄問題、及び、同じ岐阜市との合併協議に参加していた、橋し市、笠松町、北方町の住民投票による、離脱の影響で、合併を断念した。近郊栽培の徳田ネギが特産物である。 近年は、中京圏の物流エリアとしての位置づけが顕著となり、物流施設や各種工場の設備投資が多くなされている。すべて私立。かつては、宜南町立の保育園が存在したが、2009年から2016年にかけてミニ化された。現在の認定子ども園、保育園は、かつての町立保育園を使用したものもある。 岐南駅町内には、名鉄名古屋本線の岐南駅が唯一存在する。普通列車しか停車しない、無人駅である。町内から、岐阜バスで、直接、岐阜市方面へ向かう人も、少なくない。かつては、名鉄バス、国道22号経由で新一宮と新岐阜を結ぶ、路線。1980年代後半に廃止、岐南町巡回バスが存在した。 高速道路、一般国道主要地方道一般県道議南町、総合体育館石作神社。ありがとうございます。